こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。2020年護衛艦伊豆、物回収が始まる。ソーダストーブル空母へと変化していく。だがこの空母というわけではなく、F-35B ステルス戦闘機は、常時艦載するわけではないとの正式発表が出た。F-35B ストブル戦闘機の性能は、最も護衛艦伊豆も、にも、対応可能なステルス戦闘機だろう。このステルス戦闘機、購入を決めた背景には、知れでは紐解いていく。2019年6月末、海上自衛隊で最大の大きさを誇り、かつ航空母艦への改修工事も決定している護衛艦いずもが、フィリピン・ルソン島のスービック港に入港したことが報じられた。この護衛艦いずものフィリピンへの寄港は、日本の防衛大臣とフィリピンの国防省との間で、事前に話し合いがジタレフィリピン側の要請に応える形で実現したものだ。護衛艦いずもは2019年4月末に日本を出港。同年5月初めに南シナ海に進出し、その海域においてアメリカやインド、フィリピン軍の艦艇との訓練を終えた後の寄港だった。すでに、前年の2018年にも同様に南シナ海でのアメリカ・イギリス軍艦艇との共同訓練に派遣された護衛艦加賀が、その後にフィリピンへ寄港する光景が見られていた。このような護衛艦出雲加賀のフィリピンへの寄港は、南シナ海で圧力を高める中国に対する牽制の意味が大きく、日本・フィリピン間の連携を印象づけるものだろう。すでに航空母艦海の改修工事が決定している。護衛艦出雲加賀であるが、現状でも単艦での運用は想定されておらず、必ず友軍艦艇とのセット運用が前提となっている。これは、時間を防衛する必要最低限な武装しか実装していないためであり、他の汎用型護衛艦や潜水艦を随伴し行動することで時間は艦載機の運用に専念するという仕様ゆえの方針だ。現状の護衛艦出雲加賀の艦載機は対潜哨戒用ヘリであり、その任に特化するものだが、改修後に F-35B ステルス戦闘機を艦載機とすることで対艦対地任務も担い得る。そもそも異例の発表として、すでに15年ほど前から南シナ海において黒潮型潜水艦が訓練行動を実施してきたことを防衛省が明らかにしたことも記憶に新しい。護衛艦、出雲、加賀などの水上戦闘艦と異なり、その行動領域を秘匿しておくことが最大の目的である潜水艦にとって、それはまさに異例中の異例と言える発表だった。ことに、この黒潮型潜水艦が南シナ海で訓練を実施していた件が注目を浴びたのは、最新の潜水艦、東流から見れば、2世代前に当たる艦でも、その海域に侵入できた点だろう。旧式の黒潮型潜水艦ですら、中国海軍の対潜哨戒網を突破し、南シナ海を行動範囲に収めていたことが示した軍事的な意義は大きなインパクトを与えたと言える。そうなると、
去年と今年の護衛艦出雲、加賀も当然のことながら、潜水艦を随伴させていたことが確実とみられ、この点に中国が牽制せざるを得ない状況を作り出したと思われる。護衛艦出雲、加賀の航空母艦への改修工事は、2020年からが予定されているが、この完了後には F-35B ステルス戦闘機を艦載機としての訓練参加も見られるかもしれない。ただし、艦載機とする F-35B ステルス戦闘機の運用、つまり固定翼機の航空母艦での運用は、日本にとって戦後初の試みであり、そのノウハウ習得や訓練に時間を要することは想像に難くない。もちろん F-35B ステルス戦闘機の調達そのものがこれからであり、それを考慮すればアメリカ海兵隊が岩国基地に配備している同機を用いた訓練などの可能性も重なりそうだ。アメリカは佐世保を母港とする強襲揚陸艦として、ちょうど2019年12月にこれまでのワスプに変えてアメリカを配備した。全長約257メートルのこの強襲揚陸艦アメリカは、護衛艦出雲、加賀と同じく F-35B ステルス戦闘機を艦載機として運用し、大型原子力空母を保管する位置づけにあたる。最大で約20機の F-35B ステルス戦闘機を搭載可能と見込まれており、大きさ的にほど近い護衛艦出雲、加賀にとっては最も身近なモデルケースと考えられている。ちなみに、護衛艦出雲、加賀の F-35B ステルス戦闘機の搭載機数は最大でこのアメリカの約半数である10機に止まるものとみられている。現在、アメリカ軍の F-22 戦闘機を除けば世界でも最高峰の性能を誇る F-35B ステルス戦闘機だが、その航続距離の短さを補う意味でも、護衛艦出雲、加賀の改修は必須と言える。ただし、従来からの敵の数に対して兵器そのものの質で対抗するという対処法は、大幅な増強を続ける中国海軍を前に厳しくなっていることも事実だろう。そうした懸念点からも日本単独ではなく、アメリカやイギリス、そして今回護衛艦出雲、加賀が寄港したフィリピンなど周辺国との協調はまさに外せない選択肢だ。こうした東南アジアの国をはじめ、特に深刻な脅威にさらされつつある台湾とのこれまで以上の連携強化に着手すべき状況だということができる。こうしてみると、つい先日まで中国との関係悪化を恐れていたアメリカが台湾への武器輸出に消極的だったことが非常にもどかしく感じられるのは言うまでもないだろう。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米中での 5G 戦略、覇権争いで今後の世界が変わってくる。必須となるインターネットの世界でどこが装置類を供給するかによって情報戦略で今後情報化が進む。米国はそれをよく理解している。そんな中、中国にステルス爆撃機が新たに誕生することに。しかし、これはあまりにも似すぎる感じがしかし、違うのは性能で、まだそこまでは盗むことはできないだろう。それでは本編スタートです。様々な兵器の分野で増強を続ける中国において、ついにこの分野にも進出したかと思われたものとして、5-20H20 ステルス戦略爆撃機の開発が挙げられるだろう。この5-20ステルス戦略爆撃機は、その分野の元祖とも言うべきアメリカの B2 ステルス爆撃機と酷似した外観を持っており、いわゆる前翼機と呼称される機体形状が特徴だ。前翼機とは、垂直及び水平の尾翼を持たない機体のことで、機体全体がまるでブーメランのような独特の平たいデザインをしており、それによって高いステルス性を実現させている。ただし、冷戦末期に惜しみなく技術と費用を投入して製造されたアメリカの B2 ステルス爆撃機と比べ、5-20 ステルス戦略爆撃機のステルス性能については、未だ疑問符もつくと言える。そもそもアメリカの B2 ステルス爆撃機は、その高度なステルス性能を維持するために7年に一度は、機体全体への再度のコーティングを施す必要があるとされている。これに加えて、通常時の格納にもその機体の、コーティング塗装を保護するために、温度や湿度にも配慮されているとされ、そこまで厳しい品質管理を果たして中国が行えるのか謎である。それはさておき、この5-20 ステルス戦略爆撃機は、現在試験飛行を行っている模様だが、兵器としては、この機体の存在はいかなる意味合いを持つのだろうか?まず、中国がこの機体を開発していることの想定理由としては、核兵器の運用バリエーションの複合化を第一に挙げられると考えられている。これは、現状の中国において核兵器を運用する手段が、陸上施設及び戦略型潜水艦による大陸間弾道弾への搭載であることに加え、さらにもう一つ選択肢が増えたと言えるだろう。この選択肢が侮れない点は5-20ステルス戦略爆撃機の持つ航続距離であり、アメリカの予測で約 8000km、中国の報道で約 12000km とも言われる行動半径は確かに脅威だ。この航続距離をもってすれば中国大陸から日本列島は言うに及ばず、アメリカの領土たるハワイまでも攻撃可能な距離に収めることになると考えられる。これは太平洋方面への進出を機として海軍力の増強を続ける中国の戦略を強力にバックアップするものであり、アメリカとしても看過できない由々しき事態だろう。そもそもアメリカの B2 ステルス爆撃機は冷戦の終了と同時に費用対効果の面が問題視され、その高性能さがいわばオーバースペックとなり、
わずか21機の製造に止まった機体だ。その B2 ステルス爆撃機が切り捨てた競争相手不在と思われた領域に、中国がついに GOU-20 ステルス戦略爆撃機を開発して参入してきたという見方ができるだろう。まあ、実際のところ旧ソ連なきやと、アメリカが独占してきた分野に経済力を背景に、中国が進出したというお決まりの構図ではあるが、物が核兵器につながるだけに楽観視は危険だ。ことに航空機の分野では、これまた F-35 ステルス戦闘機に酷似した戦-31 ステルス戦闘機を、中国は増産しており、数的には日本単独では抗えないほどの軍備を進めている。これまで兵器の質的優位性で何とか中国に対抗してきた日本だが、中国軍のステルス性能も進化していることを鑑みると、甚だ心もとない状況だと考えられる。こうした状況下では、F-35A 及び B ステルス戦闘機の実戦配備を急ぐ必要性が急務だと思われるが、同時に次世代の兵器開発も並行して行うべき状況だろう。すでにレーダー技術の進歩は従来のステルス機をも探知可能となり、現状のステルス性能も無効化することも十分あり得るものと思われる。そうした中においては、AI を搭載する無人航空機が鍵を握る存在として、クローズアップされるのではないだろうか？これはつまるところ、無人であるがゆえに多少撃墜されようと人的損害は、被らずに済むことにつながり、ますます数的な飽和攻撃を加速させる兵器へつながるかもしれない。いや、むしろミサイル技術が進歩して航空機すらも、不要な状況が発生する未来もあり得るとすら思える。現状に立ち戻ってみると、少し以前までは、ガム島に置かれたアメリカ軍の戦力が太平洋における優位性を担保している状況にあった。これが中国の GOU-20 ステルス戦略爆撃機以前の、H6 キロ戦略爆撃機や北朝鮮のミサイルによって脅かされ、それを受けたアメリカはハワイに B2 ステルス爆撃機を配備した。そして今またそのハワイが中国の GOU-20 ステルス戦略爆撃機の攻撃にさらされる可能性が浮上し、再度対処方法が求められる事態を招いたと言えるだろう。日進月歩のように感じられる軍事技術だが、必要に迫られない限り、B2 ステルス爆撃機や F-22 戦闘機がそうであったように、高コストが問題視され普及しない。中国の GOU-20 ステルス戦略爆撃機が、実際、上今のアメリカに与える脅威の度合いによって、どのような対応が取られるのかが注目を集めることになるのだろう。